皆さんどうもピーマンドですというわけで今回の実況は、今季4試合目5試合目のね、試合をですね実況していきますのでね、ここまでの成績はこのようになってるね。 WA3 試合に、先発で出場して3勝0敗3QS、 全ての試合で QS 達成ですね。防御率は 1.23、 22イニングを投げてこの成績素晴らしすぎないか。ウィップも 0.86、 フォアボールも1個も与えてないからね。私は現在ドジャースの WA で投げてるんですけどね、舞台は違えど、この現在ドジャースのエース、いやメジャーリーグのエースと言ってもいいでしょう、カーショーより成績上ですからね。もちろん WA とメジャーリーグではもう違うけどもね、違うけども、これだけの成績を今叩き出してましたからね。ナックルボールもめちゃくちゃ通用している。俺はやばいんです、みんな。いや、このままいけばもう早くもね、トリプル A からお呼びがかかるでしょうね。さて行きましょう。今日投げ合うピッチャーの成績はどんな感じだ？見せてみろ。どうせクソみたいなピッチャーなんだろ？俺以下の。あい、来たね。防御率 5.17。おいおいおい、ここまで負けなしの俺にそんなゴミピーをぶつけてきていいのかい？バカだね。今季4勝目は確実もらったね。このレベルならうちの野手陣はよく打ってくれるよ。まあでもここまで順調に行き過ぎててちょっと怖いところあるけどね。この試合でもしかしたら大炎上あるかもしれない。よし行こう。1回の表、先頭バッターに対してはちょっと全球ナックル勝負でいってみよう。はい、初球ナックル、いい球。コースはど真ん中だけどね、変化めっちゃしとるやんけ、すげえな。はい、ツーストライク、これで終わり。おお、どうだ、ファースト、ナイスキャッチ、3球で仕留めました。全球ナックル勝負、あっさり抑えたね。いいわ、やっぱ通用してるわ。おーっと、これ打つんかい。で、レフト前、ボール球だぞ。インコース完全にボール、ちょっと当たりそうな球打たれるっていうね、フォーシームだよこれ。はあ、お前はイチローかとちょっと突っ込みたくなるね。ボール球打たれるとダメージ結構大きいね。よし、ただこれはゲッツーだな。はいはい、オッケー。ランナーを許すもゲッツーで1回はゼロで、2回の表だね。うん、千葉1回の裏に点を入れることはできなかったんだ。Swing and a ball chop foul right at home plate. おっ、これもサードフライ、ファールフライ、取れよ、落とすなよ、殴るぞ、OK。 ファールフライ落としたらもう殴りに行くね。野球なんてやめじゃ、野球しとる場合じゃねえや。ピッチャーからしたら一番腹立つエラーはファールフライ落とされるエラーだから。これもいい守備、オッケー、ナイス。ここまでこの好成績を叩き出せてるのも味方の守備がいいからなんだよね。まあ、悪い守備もありましたけどもね、いい守備の方が圧倒的に多い。もう一球ナックルだ。これでお前はジ・エンド。何？危ねえ。フェアゾーンに入ってればスリーベースのコースだ。あら！やな、予感。大丈夫だった。レフトフライだ。ふぅ、ヒヤッとしたね。オッケー、2回もゼロ。2回は三者凡退だね。素晴らしいピッチングだよ。で、3回の表、今日は DH ありの試合ですから打席に立つことはないよ。あら、これボールか。あー、2球ちょっとボール入っちゃったんで、ここでカウントを取りに行く球を。あら、これもボール。あら、どうしましょう。ナックル行くわ。困った時にはナックルだ。俺はナックルボーラーだ。はい、OK。 ここは全球ナックルですよ。フォーシームもツーシームもいらん。ほらね、ほらね、ほらね。ナックルでカウントを稼いで、そしてあと一つ。
オッケー、ははおー、ガチでナックルいらんな。あ、ナックルじゃない、フォーシーム、ツーシームいらないね。ナックルあれは十分だ。エラーしてんの？ What？ は？アウトじゃなかったんかい？ちっちゃい、最後まで見てなかった俺。目そらしてたわ。いや、アウトになったと思ってね、目そらしてたんだよ。アウトになってないの？ちょっと待って、何があったんだ。申し訳ない、完全に気抜いてたわ。よし、ゲッツーだ。何があったんだ、本当に。あんなね、エラーになることないからね。目そらしてたら、お前、エラーになってるっていう。ランナーいるっていう。よっしゃ、でもこれは抑えたね。取れる？あれ、ファル。よっしゃ、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 よっしゃ。申し訳ない、意味不明なエラーがあって、俺がアウトだと思ってたのが、エラーでセーフになってた。おお、千葉2点取ってくれたね。ちょっと不運な感じのあれもありましたけども、先制点を取ってくれてる。今日はこの2点を守り抜けば、そのまま今季4勝目。だから言ったの、そんな防御率5点台のピッチャー、俺にぶつけてくるなんて。勝てる見込みねえだろう。お、三振三振。ただ後ろにボールそらすバカがいたせいで振り逃げだ。嘘だろと。もちろんこれは当然アウトにはなりませんからね。三振ではあるので、まあ今日何個目の三振かわからないけど、ノーアウトランナー一塁からのスタートだね。頼むよキャッチャー、お前を信頼して俺はナックルボールを投げてるんだ。お前が取れないとなると俺はナックルボールが投げれない、すなわちナックルボーラーになれないんだ。俺何になるんだ、フォーシームとツーシームすらしか投げられないクソピッチャーになるぞ。ふざけるなよ、しっかりしてくれ。あー、また後ろにそらした。ランナー、二塁勘弁しろ、マジで、本当に。これってさよならじゃないわ。振り逃げのランナーって自責点に入るのかな？どうなんだろう。よし。まあ、考えない。ここは点をやらないことを考えていこう。よし、三振！グッバイ、ミノさんだ。カウント的に振りに行かないとさ、ミノさんになることがわからないのかな？おバカちゃんかな？助かったわ、下手くそなバッターでね。よし、これも抑えた。進塁打もないだろう。行くか、タッチアップはないね。お、タッチアップ行く、何したんねん。お前がもたもたするからランナー三塁に行かれたやんけ。お前バカじゃねえの、お前ライトふざけんなよ、お前。なんだよそれ、なんでもたもたしてんだあいつ。はあ、絶対に進塁打になるような打球じゃねえのね。ランナーも進む意思はなかったよあれ。ただね、ライトがなんかボール取ってから変にね、もたもたしてるから、そのうちに行かれたよ。これはキャッチャー落とすな、取れよ。はい、オッケー。ちょっとなんか守備の乱れ、キャッチャーボール取らない、レフトのなんて怠慢守備みたいな、そういうのがあって得点圏に行かれたけども、4回は0。さて5回のマウンド、このイニングを抑えると勝利投手の権利を得ることができるね。Lays off a fastball, but it's over for a strike. Two and one. Well, you get the sense that what they need is one big hit from anybody. まあ、しゃあないわ。If they could get one, it could get them right back in this game. ないないない。シングルヒット打たれた後の次のバッターは大抵ゲッツーで俺は抑えてるからね。だからここまで失点がないのよ。全然問題ないね。Just the second hit he's allowed tonight, and the first one didn't wind up hurting him at all. So we'll see if he can get out of this inning as well. Luis Alvarez will stand in for the second time now as he looks at a called strike. It's nothing and one. よし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 。どうだ？ゲッツーは無理か。ランナー進塁で、ワンアウトランナー二塁だ。完全に打ち取っただけだね。ただ完全に打ち取ったせいでゲッツーが取れるような打球ではない。得点圏本日2度目だな。
あら切れるよな。オッケーオッケー、あっぶねえ、ぐい打球だ。よし、ナックルでカウントを稼いで2-2で、もう1球ナックル、ゲームセット、グッバイ。三振三振三振、振った振った、ふざけんなふざけんな、もうグローブを放り投げてユニフォームを脱いで、もう試合放棄ですよ。マジでふざけんな、今のはストライクだ。これはどうだ、よーし、またもナックルで、ミノさん、ちょっと危ないコースだったけどね、今よくストライク判定だったよ。ボールというバカチームおっただろうね。よっしゃ、得点圏で、またもミノさん、終わり。よっしゃー、ふー、5回投げて無失点、勝利投手の権利を得ることができた。俺は無敵だ。早く上げろ、カーショーを超える化け物がダブルAにおんぞ。さて、チームはまた追加点、2点取って4点だね。4得点、素晴らしいよ。The table setters have not been getting their chores done. Tap foul at home plate. Into the windup, here comes the 0-2 pitch. On the ground to the left side, Luca. Throw to first, gets him, so the leadoff man's retired here to begin the sixth. Darren Lopez will stand in now. He singled and struck out in two trips.ほほ、ちょっとビビったね。大丈夫大丈夫。俺のナックルをホールンでホームランされたことは一度もない。よし、これも簡単に2ストライク。ちょっとナックル苦手すぎない皆さん。簡単にいけますけど。はい、これで終わり。あー、ただちょっと変化落ちすぎたかな。三塁線。シングルね、2、2、2ダメよ。よし、アウト、ヘイ、いただき、バカだね。あれでツーベースはちょっとうちの野手陣を舐めてるね。無理に決まってんだろ。よっしゃ、バカなね、ランナーのミスで、これで2アウト、助かるわ。ああいうバカがねいると俺的にもすごく嬉しい。そしてライナーで6回投げて無失点。いや、あのバカが走塁ミスさえしなければ1点取られてたかもしれないね。いや、このまま完投行こうよ。完投じゃなく完封だね。完封勝利は前回の実況、今季3試合目の試合で挙げてますから、まあ、ここでね、まあ、万が一点取られても完投となればですね、2試合連続の完投勝利となりますから。よし、あー、ベースカバー入ってなかったか。ファースト頑張って。はい、ありがとう。ごめんね。俺はベースカバー入るのいつも忘れる人間なんだ。They set the target in, and this finds the inside corner for strike one. Now he bounces a knuckleball up to the plate for a ball.おーいえ、サードくん、サードくん、サードくん、取ってよ。はい、ナイスキャッチで2アウト。ファールフライが多いね。もうナックル投げときは勝手に打ち損じてくれるからね。ピッチャーからしたらすんごい楽だよ。みんなもナックル覚えなさい。全世界の人間がナックルを覚えたらすんごいお金を稼げるぞ。はい、これもキャッチャー、オッケー。ちょっと危なかったけどね。7回も0だ。さて、あと2イニング、6つのアウトで今季初めての完封勝利。行こうよ、余裕でいける。おっと、また追加点、6点目が入ってるね。ハープね、ベンチ直撃じゃねえか。死人出るぞ。The next 0-2 misses, and that'll move it to 1-2 now.Chop foul at the plate, and we'll do it again. Swing and a little blooper to center. Ethier coasts under it. Looks at the blue spot, and there's one gone.
先頭バッターを楽々とナックルボールで抑えて、次もナックルボールのいい時期だね。9回は全球ナックルでいってもいいかもしれないね。てかナックル投げときは簡単に手出してきて、ほんで簡単に凡退してくれるから、ほんと全球ナックル勝負でいけば最小な球数で相手を抑えるかもしれない。50球で完封勝利とかあるかもしれないね。おほほほらね、ナックル、これも打ってきて、残念ながらその球を打てばお前たちは内野フライ内野ゴロを量産する。なぜ気づかない。まあ見逃しても三振だけどね。もうだから振らない方がまだ可能性としてはあるというかね、審判がボールという可能性もまあ何パーセントかはありますから、ど真ん中をねボールという審判もいるでしょう。でも君たちはそれでも振るんだね。打つことを諦めない、どうせ打っても何も起こらない、バカだ。はい、三振。いつもナックル来ると思うなよこのバカタレイガー。 OK、 ツーシムで三振で、さてあとアウト3つで完封勝利。行こうよこれ。ちょっとね、いきなりこんな完封勝利だったらいろいろ上げるとね、最初がピークの実況になりそうだけども、俺は行くよ。おっとこれツーシーム打たれてライト、うわー、やってくれたこのボケ。状況的にそんなプレー求められてないんだよ。完封目前でシングルの打球をバカがチャレンジしに行って後ろをそらしてスリーベースヒット、こんないらねえんだよ。どこ飛んでんだよ、飛ばなくても取れたじゃないか。こういうカッコつけプレーがメジャーリーグは多いよね。まあダブル A だけどね、マイナーリーグだけども最悪だ。完封目前でノーアウトランナー三塁、これ切り抜ければ誠の本物のピッチャーだね。あら、マジか、カウント的にちょっとまずい。ボールかい。うわ、これ今季初めてのフォアボールだ。1個も与えてなかったんだけどね。その1個目がこの場面で出るか。ピッチャーこの点差ですから変えることはないだろうけど、この状況だともう1点はしゃあないからゲッツー取りに行くシフトになってると思うんだよね。多分ホーム投げないよこれ。わっ、タイムリーヒット、完封目前で消える。あのバカがシングルで止めてたらこんなことはなかったんだよ。あのフォアボールも結果論だが、このタイムリーもなかったのに腹立つわ。でピッチャーここで交代か。うーわ、もう嘘だろこれ。せめて完投でいいでしょう。完封目前で打たれて完投もできずに降板、最悪だね。うわー、結果的に9回1個のアウトも取れずか。2失点だ。後続のやつが打たれやがった。ノーアウトランナー2塁1塁、ランナー残して帰ったんだけどね俺は。後続が打たれたんだ。8回投げて2失点、まあ QS は達成だね。はい、今季4勝目もちょっと虚しい終わり方となりましたよ。もう少し頑張りたかったね。頑張らなきゃダメだったよ。さてお次、今季5試合目の試合やっていこうか。うん、この試合だね。おー、これも DH の試合だ。相手ピッチャー、また防御率5点台のピッチャーを連ぶつけてくるわけだね。ここまで見てくれよ。防御率 1.50、30イニング投げて4勝0敗。フォアボールも、前回の最後の試合でね、与えた1つのみですから。相手は12個ももう与えてるっていうね。ひどいな。なんだこの投げ合いは。同じ土俵に立ってない者同士の投げ合いだね。回の裏、相手のホーム球場での戦いになるんだ。アウェーでの戦いだね。よし、ただファルか。
もう一球ナックルだ。こいつはナックルボールを引っ掛けてショートゴロ。間違いない。あ、ファーストだったね。でもアウトだからね。いや、はい、ワンアウトいただきました。楽勝にね。おぉ、しょぼいね。1割2分5厘、16打数の2安打。最近の試合では全く当たってないクソバッターじゃないか。こんなやつにボール球いらねえな。全球ストレートで OK だ。おっと、弾き返したが大丈夫。これはライトの守備範囲。結構飛んでるね。舐めちゃダメだね。やめよう。最近打ってないやつだけども、舐めずにね、どんなピッチャーにも、いつも通りのピッチングをしていかないと。ああいうちょっと強い打球を打たれるね。This guy on the mound doesn't strike out a lot of hitters. Balls are put in play constantly. Defense is going to be active. A good action on the two-seamer there, and it's one and two. Did a good job to shorten up and protect the plate, and he'll have another shot at it here. And it's to two and two now, with the bases empty and two gone here in the inning. これで終わり。しつけなてめえ。もう終わりいいだろ。しつこく当てんじゃねえ。俺そういうやつ大嫌いなんだ。終わりじゃボケ。振らねえのかい、振れやボケ。なんで振らねえんだお前は。これで終わりだ。なんぼほどカットすんねん。ムカついてきたナックルで決着をつけよう。俺はナックルボーラーだ。フォアボールだ。なあ、今季2つ目。珍しいこともあるもんだ。まあ、これは相手バッターにやられたパターンのフォアボールだね。自滅ではなく相手バッターにやられた、そう仕向けさせられたっていうのが正解かな。あれだけカットさせられればね、されれば、それはなかなかね難しいよ。あしたら3球三振、終わり。前のバッターとはもうすごい逆だね。あんだけ稼がれたの。次のバッターに対しては3球で終わるっていうね。マーク、今日スターティングはファストボールダウンインフォーボール1-0。That evens it up 1-1。よし。ties him up with a fastball inside 1-2。Yeah, kind of a late decision to swing there. Even if he hits that thing.今日はちょっとナックルで追い込んでからのアウトが取れないね。ほら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 、これも2球カット。ちょっとここでフォーシーム外角いっぱい行ってみるわ。流れを変えよう。あーし、三振は取れたが、なんか今日は嫌な1日になりそうだね。まだアウト4つしか取ってないけども、4つ取った感じでは追い込んでからのナックルボールがなんか通用しないというか、ことごとくカットされてる。バレたか俺の攻略と。あら、これもボール。おお、大丈夫だ。センターフライか。で、2アウト。ひどい成績だなお前。2割2分9厘のホームラン1本もだし1打点とかね、そんなやつに対してナックルボールはもういらないと思うわ。あらー、でも大丈夫、ショート追いついた。よく取ってくれた、素晴らしい。また舐めて打たれるっていうパターンだったね。まあでもこれは打球が弱かったのでショートの守備範囲ですよ。3回の裏、今日は援護はここまでなしだね。ちょっと今日は不安定な感じするから、早いイニングで前回みたいなね援護をくれれば俺的にはすごい助かるんだけど、それがないんだよな。ああ、うわあ、ほんとなんだ今日は。ナックルが全然通用しねえ。またもフォアボール、1試合2個はこれ初めてだね。前回の試合でフォアボールを与えて、そしてこの試合で1試合2個。ちょっとおかしくなってるぞ。あら、何をしてる。
あれランナー進塁もキャッチャーがアホすぎて野球ができへんで、これ。あんたボール取ってんや、さっきから後ろというか今前にそらしたよね。でタイムリーヒット、もキャッチャー、このキャッチャーとバッテリー組みたくないんですけど、何もいいことねえじゃねえか、全く同じじゃないか。ふざけんなよ、前回もこんなミスがあってよ、今回でもこのミスからの失点かい。先制点を与えてしまったね。このままいけば今季初めての敗北となるが、まあ悪いことは考えないでおこう。よし、ゲットゲットゲット、はいはい、オッケー、ダブルプレイだ。危ないとこだったけどね。Juan Maldonado is into the box for his second appearance. 0 for 1 with a flyout. And that's inside for a ball. 1-0. Hey! And a strike to even the count. 1-1. Outside, 2-1. Bases are empty here with two men out. Yes! One pitch is a fastball swung on and missed, 2-2. Wadi!はい、グッバイ。今日初めてじゃねえか、追い込んでからのナックルで三振取った。いや、2つ目かな。まあ、とりあえずよかった、最後ナックル通用して。おお、チームは3点の追加点だ、ありがてえ。 Thank you very much、 神がいたもんだ。ここまで1点も入らなかったんだけどね。4回に一挙3得点、これで俺の負けは消えた。神がいた。もしかしたらこのキャッチャーが打点を上げてくれたのかもしれないね。だとしたらありがとう。あと守備が完璧になればお前は最高だよ。上げたかどうかは分かんないけどね。おお、ファール、イエス。またフォアボールだ。もう3つ目。どうしたどうした、球が入らんぞ。こんだけ援護くれた後にね、ピンチ招くピッチャーとか絶対いらないから。あら、逆方向でも守備範囲 OK、 真正面だね。Yes! Right at him in right field as he hardly has to move to take it in for the first out.よし、これも抑えた。結構深いところまで飛ばされてるけどね。あんだけ飛ぶんだ、ちょっとびっくりした。ちょっとだけね。ジェフリー・マーチェ、ザッツ・プレイ・ナウ、フライド・アウト・イン・ヒス・フォース・アット・バット。ジェフリー・マーチェ、ザッツ・プレイ・ナウ、フライド・アウト・イン・ヒス・フォース・アット・バット。ジェフリー・マーチェ、ザッツ・プレイ・ナウ、フライド・アウト・イン・ヒス・フォース・アット・バット。ジェフリー・マーチェ、ザッツ・プレイ・ナウ、フライド・アウト・イン・ヒス・フォース・アット・バット。ジェフリー・マーチェ、ザッツ・プレイ・ナウ、フライド・アウト・イン・ヒス・フォース・アット・バット。ジェフリー・マーチェ、ザッツ・プレイ・ナウ、フライド・アウト・イン・ヒス・フォース・アット・バット。終わり、決まらない、腹立つわ。なら、フォーチュームじゃボケ、こうなった終わりじゃボケ、帰れ、腹立つ、フリア当てまくりやがって、この野郎。三振でいいんだよ、どうせ三振するんだからね。ブザマンナックルで三振しとけ。さて、このイニング抑えると勝利投手の権利を得るね。頑張りどころ。ほう、バット粉砕でアウト。俺のフォーシームは力もあるらしいね。やばいや、完璧に重い球だ。外野まで飛ばないね。おいえ、ふう、気持ちいいわ。簡単に抑えてる。はい、トゥアト、ありがとうね。勝利投手目前、権利を目前の前でね、こんな楽に抑えれるとは、こんな楽に手を出して凡退するとは、だからバッカンだね、結構なバッカンだね、ピッチャーからしたら最高にありがたや。Down low, two balls and a strike. 3-1 our score as we play inning number 5.
よし、ファースト取れる取れる取れる、はい、ナイスキャッチ、はい、これで勝利投手の権利を得ることができました。今季無傷の5勝目あげれるかな。今日はでもね、7回8回はいかないんじゃないかな。球数、あー、また追加点の2点で5点入ってますね。あー、ならこれ7回いきますね。完投とかはないにしろ7回までは投げらしてくれる。いい、シングル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 で止めなさい。いいのです。次ゲッツー取るから。今日は 2-0 完璧に抑え込んでるバッターだね。何も怖いものはないよ。あら、あらら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 、どうしよう、怖くなってきた。俺はどうしたらいいんだ。何をやれば抑えられるんだ、わかんねえ。よし、ゲッツーだ。はい、うまい。おー、ファーストくん、ファーストくん、何しとんねん。これ見てくれよ、セカンドのかっこいい時、どっちかといえばちょっとセカンドに問題ありなような気がする。あんなかっこいいプレーいらなかったね。そんな急いで投げなくてもアウト取れたよ。ゲッツーは取れず、ワンアウトランナー一塁三塁。これは慎重にならないとね。いつものようにポンポンと勝負にはいけない。しかし結果的に勝つのは俺だ。スリーボール、ワッツ、何をしてる俺は。うわー、息も入らずフォアボールだ。ランナー満塁、嘘だろ俺。ホームランが出れば一気に同点か。考えない考えない、そういうことはやめよう。言ったら本当になる。絶対抑えてやると。Like you say, you've got the bases loaded. You just 決まった。あ、今のがボール。あーあーあー、どうすりゃいいのわからない。あれがボールとか言うね、あれがボールとか言うね。何をしたらいいんだろう。何をどう投げたら三振取れるんだ。審判までも敵じゃねえか。完全に入ってただろう。うーわ、もう三塁線乗って、これはトゥー日射そう。あー、ランナーが2人帰って2点タイムリーだね。これで5対3。まずいぞ、勝利投手の権利が消えちまうぞ。今季初めてだね、3失点以上したのは。自己ワースト失点だこれは。And he fires in a strike this time to make it one ball and one strike. Two and one. よし。で、決め球はナックル。これでゲッツーだ。はい。よし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 。取れんのかい。ちょっとファーストリアルガチにいい加減にしろよ、お前。今の完全にお前の守備範囲だろう。捕球ミスするわ、このミスもするわ。こんなアホがファーストにいて野球できへんだよ、お前。見てくれよ。取って当たり前の打球取れないんだからね。ピッチャー、あー、変えられた。さて、後続頼むぞ。俺の権利を消すなよ。どうだ？試合の方は終了だね。結果はチームは勝ったのか。勝ってくれてたらいいけどね。6対4で勝ち。で、待てよ、これ。6回は、あ、結局2点だけで済んだんだね。ありがとう、後ろの中継ぎが抑えてくれたおかげでね。僕が与えた2点以上はもう失点はなく、本日は3失点ですね。6回途中、5回投げて3失点、5回3分の1だね。あと2つのアウトが取れなかった。もう悔しいわ。あのゲッツーから始まったんだもんね。ゲッツー取れる場面で取れなかった。あのゲッツー取っておけばこういうことにはなってなかった。1点は与えててもね、もう1点は与えてても、もう3失点はなかったよ。今季無傷の5勝目も素直にちょっと喜べない、そんな今季5試合目となりましたね。じゃあここまでの成績を見て今回の実況は終了していきましょう。ここまで5試合に登板して5勝0敗未だ負けなしです。防御率は 2.04 ですね。で QS が5、あ、GS ですね。 GS ってなんだ、
わからない。指標がわからないので、いまいち何とも言えませんが、まあ、GS が5。試合数ってことかな？で、QS が4。CG ってなんだ？これもわからないな。これも無視でいいや。まあ、QS は4試合ですね。あー、連続 QS が途切れたんだね。ここまで4試合連続だったんだけど、5試合目5回しか投げれませんでしたので、6回途中で降りたからね。ほんで、イニングは 35.1 イニング、ヒットは29本、与えた失点は8点、自責点も8点ですね。本塁打は1本、フォアボールが5個、三振が20個で、ウィップは 0.96 という数字になってますよ。今回の実況でもね、まあいいピッチングができたんだけど、2試合とも悔しい終わり方なんだよな。1試合目8回投げて2失点。これだけ見たらいいですが、9回完封目前に1アウトも取れず2失点だからね。まあ1失点は俺で、2失点目はこの中継ぎが打たれての2失点でしたが。そんでこの2試合目、まあ今季5試合目ですね。先ほどの試合の QS 達成間近でね、味方のエラーがあってゲッツー取れず、もちろんあれはエラー扱いにはならないけどもね。ゲーツー取れず、そっからの連打連打で3失点で降りましたからね。悔しいよ、抑えましたけど、素直に喜べる試合展開ではありませんでした。次回はしっかりとね、要所要所で抑えて完璧なピッチングをまた見せていくので、お楽しみに。次回は今季6試合目、7試合目の試合をプレイしていくからね。ジャグバイ、またおう。